はい、その点でございます。今日はですね、こちら、アイゴですね。こちらをね、刺身でさばいて食べたいと思います。でちなみにね、このトゲ、毒がありますね。ここにもトゲが。これ全部ね、刺さるともうものすごい腫れて激痛です。ここにも隠し剣っていうのがね、ここにも。トゲが隠れてます。はい、ではね、ちょっとね、内臓とかね、こう手、出すと手切りやすいので、今日はね、そのままさばきたいと思います。メジナですね。まだね、ブリブリで、すごいプリプリしてます。はい、そしたらね、ガンバラを取ってね、刺身にしたいと思います。まあね、中骨は抜かないで取りたいと思います。はい、それではね、このグレですね、黒、長崎では黒と言ってますは、お湯を皮にかけてね、
じゃあ先ほどのアイゴもね、皮をか皮にお湯をかけてね、食べたいと思います。皮もね、引いたのもね、食べたいと思います。アイゴですね。はい、お湯かけたアイゴですね。はい、それではね、アイゴと、黒のね、グレのお刺身の完成になります。ではね、アイゴの刺身からいただきます。うん、うまい。すごいプリプリで、甘みもあって美味しいですね。そしたらね、皮にお湯をかけたやつ、皮にね、ちょっと歯ごたえね、それがあって、またね、この皮なしとはね、違った食感で、これもね、めちゃくちゃうまいです。で最後にね、黒。めちゃくちゃうまい。まあ自分的にはこの黒の方がね、美味しいです。まあそれではね、短い動画になりますが、よかったと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら、さよなら、さよなら、バイバーイ。